俺たちでやれただろう。いや無理だ、数ブロック先に移送するだけだぞ。何が起きてるか知ってるか、誰も信用できない。動きあり。お邪魔虫が飛んできた時のためについてっとこ。今のとこ順調。不気味なくらい。こういう時って絶対何か起こるんだよね。奴らが来たぞ。ハンマーヘッドの手下だ。あいつらいつも間が悪いんだよね。承認を守らない。負け続けるのって嫌じゃない。ほらいい加減うんざりするでしょ。敵のせい。一丁上がり。ボコボコにしてやら。危なかった。ハンマーヘッドの手下たちには目を光らせとこう。スパイダーマン、調子は？いい感じ。ドンの居場所分かったよ。元気？疲れた。同僚の家族に電話し終えたとこ。話せて。よかった。けど、辛かった。なんとかしてみせる。任せて。それじゃ、アウエルバ・ハシアターで、ドンたちの子守っと。ドンたちが中にいるはず。よかった、みんな無事。じゃない、最悪。これだから上映初日はゴムから嫌いなんだよね。何が何でも。なんでセーブルはこんな掘る機械作ったの？なんかいい名前考えとこう。ほら、お家だったらぼったくりのポップコーンを買わずに済むだろ。これじゃ語る気がてめえは終わりだ。悪いこと言わないからさ、映画館より配信で見た方がいいって。危ない。どうだ。これでおしまいだ。
まだいる。ビルに爆弾仕掛けたの？やりすぎだってば。手下全員倒して爆弾解除しないと。君たちカジュアルフライデーあるの？全身タイツおすすめだよ。そのスーツきつそうだし。一つ解除、あともう一個。それじゃあ他の屋根はっと、やっぱいた。また爆弾、急がなきゃ。飽きたんじゃないの？だってほら、やる気なくなるでしょ。2個目、息を呑む観客たち。よし、これでドンたちも安全。一応中に確認しに行こっかな。ドンたち無事だといいけど、次の隠れが当てあるのかな。皆さん、さすがに警備がちょっと甘すぎるんじゃない？最悪、ホリホリ戦車の仕業だよね。くそ、ああもう最悪。ユリ、逃げられた。ドンも一緒。え？冗談でしょ。盗んだセーブルの装備、想像以上に豪華だったみたいで。僕に任せてって言ってなかった？心配いらないってね。言ったけど、しくじった。ごめん。休憩はもうおしまい。私も出動ね。プラン決めたら連絡する。本当に最悪。みんなスクリューボールだよ。悪いけど暇してないんだよね。コンテンツは大事にしろって言うでしょ。しかもニューヨーク自慢のスパイダー男が乗るかソルかの生死をかけた挑戦に挑むコンテンツ。どうせやりたくって仕方ないんでしょ。ほらみんなを待たせちゃ悪いでしょ。
J. ジョナ・ジェームソンのファクトニュースへようこそ。今日実は競合の配信サービスと交渉してるとこでさ。ちょっと、あなたを発掘したのは私。番組やめたらファンがブチギレるでしょ。激おこフラッシュモブ確実。いいねとコメントと登録忘れないで。じゃね。そうそう、彼女が仕込んだトロイの木馬に変更をかけて、番組配信するたびに現在位置出るようにしたんだよね。信号を集めて計測して、隠れが見つければ晴れて彼女も休暇を取ってライカーズ行きっと。ニューヨークの猫ちゃんたちも安心してお昼寝できるね。いい、これ以上ハンマーヘッドに武装させればあの穴掘り戦車に留置所が破壊されるわ。でも街中にセーブルの装備をばらまけばターゲットも増えて奴の部隊も手薄になるはず。オッケー、僕は何がかり？輸送部隊を守って同時に複数を輸送することになるから、問題が発生したら応援をお願い。任せて。輸送が終わったらハンマーヘッドを叩くわよ。しっかりね、みんなの命がかかってるの。なんか思い詰めてそう。片付いたらユリと話さなきゃ。ユリは口うるさいけどがっかりさせたくないし。さてと、警察の無線拾えるかな？問題なし。繰り返す。コンボイ3、進行問題なし。ルートに異常なし。敵はいない。拠点にこれより武器を。今のとこ OK ってとこ。全部隊へ。輸送ルートに武装したハンマーヘッドたち、警戒せよ。武装だって？それじゃ解除っと。ユリの警告、スナイパーたちを倒さなきゃ輸送車が進めない。君を守るんだ。スナイパーが輸送車を撃ってる。急ごう。よし、これで先に進めそう。スパイダーマンがスナイパーを排除。進め。ルートにスナイパーがうじゃうじゃいる。
まるで射的場、先に行って倒さなきゃ。またスナイパーだ。排除するまで待機しろ。ハンマーヘッドたちにセーブルの武器を奪われるわけにはいかない。上だぞ。おねんねしてな。みんな仲良くノックダウン。このくらい楽勝だよね。安全を確認進め。ハンマーヘッドみたいなやつってみんな戦いたがるよね。赤ちゃんの頃おもちゃ没収されちゃった腹いせとか。輸送車のルート漏らしてるのかも。装備を守れ。おっと、また決めた。ホリホリボーイズで行く。あだ名決定。セーブルの武器も安全だね。全部隊へ。市長宅付近で事態が急変した。地底から謎の物体が現れた。応援を頼む。繰り返す。今すぐ応援を。終わりじゃなかった。急ごう。ハンマーヘッド対警察の戦争勃発でユリは四六時中働き詰め。部下を思う気持ちはわかるけど、彼女の責任を一人で背負い込みすぎだよね。って僕が言っても説得力ゼロか。
とうごめん。警察に無線があるって知ってるよね。奇襲してもすぐバレちゃうよ。君たちさ、セーブルの装備盗んだってどうせ刑務所じゃ使えないよ。ほら飛んでみたくない？またホリホリボーイズ来た。ホリホリボーイズって一体何体いるわけ？テーブルの兵器持って鬼ごっこ。ユリに心配かけられないし、なんとかしなきゃ。楽そう。よーくもやろう。ちゃんと俺らについてこいよ。任せといて。計画通りで気分がいいぜなあ、スパイダー。計画ってこれが見失う。ここが終点。残りはあと一つ。ユリ、ちょうどよかった。今それはあなたを遠ざけるための罠だったの。今すぐに戻って。ユリ、そんな嘘だろ。救急隊の準備をして、それと ER を開けておいてちょうだい。今からそっちに。真の狙いから僕を遠ざけるための罠だったのか。ユリに連絡しよう。なんでショーを襲ったんだろう。セーブルの装備ももうないのに。ユリは平気そう。体力的には彼女タフだけど、限界ってもんがあるしさ。
everything. そんな。ごめんユリ、僕がいれば。最初から奴の狙いはプロジェクトオリンポスの印がついたケースだった。一体何なの？さあね、でも奪われた。捕まえてやるさ。そうね。どこ行くの？恐怖ってやつを教えてくる。ちょっと待った。落ち着いて。どかないなら手錠かけるわよ。僕たち仲間だろ。私の邪魔はしないで。すっごく嫌な予感する。本気でありえないくらいしくじった。ユリのあの目。ユリより先にハンマーヘッドを見つけなきゃ。でもどうしよう、手がかりゼロだし。そっか、警察無線にキーワードチェック設定する。誰かハンマーヘッドかマギアの話するかも。手下たちが悪さしないようにヒットするまでパトロールしよう。無線機をやられた。人を撃っちゃダメってことを痛い目見ないと分かんないわけ？君の友達みんなやってるけど。ちょっとだけね。どうしたの？ほら、なんていうか、じっとしてるのが嫌でさ、訓練してスパイディの技磨きたいんだ。だよね、ほんとごめん、ここんとこ。だよね、だよね、忙しいよね。思ったんだけど、あ、僕もついてくとかは？ついてくって、どこに？ほら、事件現場とかにさ、冒険でも、パトロールでも、なんでもいいし、悪いやつ倒したり、悪を阻止したりとかさ、いわゆるスーパーヒーローの仕事。ちょっとそれは早すぎるんじゃないかな。気持ちは嬉しいんだけどさ。なんで？マイルズ、映画とは違うんだよ。大怪我だってするし、かなりヤバい奴らがうろついてるしさ。でも実戦は積まないと。そうだね、近いうちに連れてってあげる。約束。わかった、ありがとう。なんか年取った気分。誰かが尋問されてる気配キャッチ。ねえねえ、こういうこともうやめにしたら？みんな無事だね。あとは救急隊に任せよっと。待った、無線で何かヒットした。名もなきバーが襲われた。警察の先回りして手がかりを見つけなきゃ。